はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネル FNS のピヨタです。さあ今回もひなちゃんメイズタワーやっていきましょう。今回やっていくのはこちらですね、サブタワー赤き魔の塔の、ところでですね、ルーミアちゃんを乱獲していきたいなと思います。事案ではありませんよ。赤き魔の塔のところで、ルーミアちゃんを乱獲していきたいと思います。ルーミアちゃん A スキルの方が非常に優秀で捕食というスキルを持っていまして、現在ねメイリンのみがつけているんですがもう適当なチップだけど、捕食これだね、これなんですが、一枠使っている状態で、敵にとどめを刺した場合に HP が 18% 回復するという特性を持っております。まあこれ 18% というこの量がねかなり優秀だと僕は思いますので、まあ万が一誰かがロストしてもなんとかなるような感じを含めて大量捕獲をして、まあそしてね、まあ次回の動画までにその B スキル分も頑張って育てておいてっていう感じにしたいですね。一応星を50以上貯めた場合は 100% の確率で裏スキル、まあ BA スキルと B スキルがあるんですけど、そちらの B スキルの方が出てきますので、まあちょっとね、昔のデータを引っ張り出すのもめんどくさいということで頑張って育てていきたいと思います。はい、ということで赤き魔の塔挑んでいきましょう。あ、その前に今回挑んでいくメンバーこんな感じとなります。前回から変わらずひなちゃん罠、プロトニトリボスのメイリンとなります。鍵山罠に関してはどうしようかなと思ったんですけれどもね、まあ今のところ特にちょっと脆いかなっていう点はありますが、そこまで言うほど辛いっていうほどはなってないので、このベイトトラップがかなり優秀なのでね、まあちょっと恐ろしいくらいいろいろつけてる、もうなんかスキルタンクみたいになってるのでやられたらちょっと落ち込みますが、プロトニトリボスこんな感じ。前回手に入れてる牛ミルクを、つけております。なので全員ね一応回復は可能ですね。メイリンに関してはまあ捕食で回復ができるメインアタッカーとして活躍してもらいます。で、肝心のひなちゃんなんですが、ゴールドラッシュ、薬パンチ、お試しヒール、羽ばたき、プニプニボディ、スサノオとなっておりまして、こちらのスサノオなんですが、メガネひなちゃんの方から手に入ったスキルとなっておりまして、速度を、35% 上昇させるものとなります。これでひなちゃんが確実先制を取ることができて、逃げたい相手から即座に逃げられるのではないかということで、やっていきましょう。赤き魔の塔です。さあ、赤き魔の塔1回です。いやー、久方ぶりに来たというのもまあなんかあれですけど、初手。さあついでにチップも貯めておきたいですよね。こういうところのチップはね個人的に貯めておきたい部類だから。さあ万能薬、弱化強回復薬、さあルミアちゃん来い。来たけどちょっと数多くない？実際星3ですからね。ここちょっとルミアちゃん2人編成を見たいね。あ、不発ありがとう。ちょっとねさすがに数が多いとこちら側がね競り負ける可能性があるんだよ。こう考えるとメイリンさ素の状態の体力めちゃくちゃ多いですね。おお、いいですね。さあとりあえずは数を減らしていきましょう。ドーン、大妖精の攻撃、プロトニトリボス、ルーミアで、罠もそのまま攻撃、よーし倒した。で、ひなちゃん外す、物理攻撃が外れる可能性があるというね確率で外しますからね。さあルーミア攻撃、なるべく12体ゲットしておきたいところなんですが、よいしょ、いけるかな。そろそろ危ないでしょ多分。さあ罠を外す、これ多分もう一回攻撃すると、あ、耐える、どれぐらいだっけ。少なくとも今60以上は耐えてるね。もうそろそろいけるはずなんだけどな。あ、 OK です。だいたい60から70くらいか。この物理回避率 20% 増加の物理攻撃 10% 確率で外しっていう、HP60 はこれは当てにならないですからね。ということでこのまま11体分
頑張って捕獲していきたいなと思います。容量は12なのでね、12体分入れるようになっておりますので、まあそれを考えてねやっていきたいとは思いますが、まあそうですね、体力的なものもありますので12いけるかどうかっていうのもちょっと難しい点ではありますが、何回まで出たかな、確か2回ぐらいまでは出たはず。おっと、さあチルのダブルは逃げる。これがね、ひなちゃんが 100% 逃走率を誇っているからこそできるこのやつだよね。沈黙トラップ3人かかった。さあ沈黙か、そうですね、おいい編成、スキルが使えないね。とりあえずまあそうだね、ひなちゃんは防御しておきましょう。 SP 回復の方に努めましょうか。で、とりあえずは先大妖精ちゃんを努めておきたい。よいしょ、ダメージが高い。よいしょ、倒した。 OKOKOK で、ひなちゃんは防御に努める。まだいけないですからね。攻撃攻撃、罠いけるかな、これ倒しそうだね。あ、外した。これで OK、 2体目、いい感じですね。よしよしよし、さあじゃあこのまま残り10体分いきましょうか。サクサクといきたいものですけどね。次へ渡る階段ももう見えちゃってる状態なんで、上へ渡りたいものなんですけど、渡ってよかったっけ。なんか2階までしか出てこなかった印象があるっていうか、まあこれ以上進むと強力な敵が出てきますからね、ちょっと変わり映えしない絵で申し訳ないですがね。さあ守って攻撃、いいですね、攻撃で罠がベイトトラップ4か、まあいいでしょう。ひなちゃんはまだ防御、何度も何度も防御です。ナイスアタック、ナイスアタック、これ倒しちゃうかな。まあ攻撃してみて、倒すなら倒すで OK、 いいですね、これで確実にいけるでしょう。 OK、 ナイス。今何体だっけ、今3体だった記憶、3体だっけ記憶力のなさよ。よいしょ、お試しヒールも早めに抜け出しておきたいですね。目覚めの鳴き声しかできなくて、牛ミルクとかはね、そう戦闘中しか使えなくてね。まあ逆に言うと戦闘中なら使えるから、そこの部分をオーバーライド失敗した街のターンとかに打っておきたいものですけどね。これはちょっとまずいでしょう。チルノちゃんがちょっとまずいんだよね。さあまあなんとか回せてるね今のところは。まあひなちゃんの体力がすごい減ってますけど、さあこのままがっつりと貯めておきたいが、結構時間かかりますよねこれ。本当はねカットカットカットでサクサクサクっといきたいものなんですけれども、前のようにねサクサクサクといきたいよね。前の動画は結構カット編集をね後半から多用してたんで、そういう風にやっていきたいですが、お、単体で出てくることあるんだ。じゃあひなちゃんは防御、攻撃、攻撃、はい、オッケーで攻撃からのオーバーライド失敗で、じゃあどうしましょうか。オーバーライドこっちもしておいて、残り2人は、牛ミルクとかで回復だけ、あ、できちゃうんだ、他の味方もできるんだね。牛ミルク有能だね、そう考えると。うわ、これもすごいな。さあまあじゃあオーバーライドだけ、ひなちゃんでこれでいけるでしょう。 OK、 だいぶ時間かかりますねこれは。さあとはいえサカサカといけますね、サカサカ。ま、6体7体くらい手に入れたら今回は OK にしましょうか。12体分はいらないか、少なくとも全員、ひなちゃんも含めた全員に渡れるようにしたいから、そこの部分をうまくやっていきたいもんですけどね。あとじゃあ2体手に入れたら階段の上上がりましょう。3階で出てきたかどうかはねちょっと怪しいんだよね。だったかだったか。さ
さあいいよ、この編成いいね。さあ倒していくぞ、ドン。さあダメージがでかい。そっか、ひなちゃんが防御してないからベイトトラップもミスるんかい。よし、大妖精ちゃんを倒す、防御。じゃあここからメーリン、プロトニトリボス、ワーナとで、オーバーライド失敗。メーリンはもうここは防御してもらって、プロトニトリボスは牛ミルクをひなちゃんに。いいね、ヒーラーが増えるっていうのはありがたいな。って勝った、めちゃくちゃ硬いじゃん。メーリン素の防御すら硬くないこれ。まあでも一応防御上げてるんだけど、上げてるにしてもやっぱ硬くない。26、あーそりゃ硬いわ。さあじゃああと1体やったらいきましょう。ちなみに最後の方はね、マジでレミリアさんたちのところは完全に警戒度上げていきます。あれはね、あれは一瞬でやられるから。なんなら被害者1体いるからね。あのおとりちゃんがね巻き込まれてやられた過去があるから。そう、罠とかあたりはね持ってかれてもおかしくないし、なんなら初手でひなちゃんが落とされた場合が一番まずくて、逃走成功率が 100% じゃなくなってしまうので、そこの部分をねほんと最重要警戒でやっていきたいもの。まだいける、 OK、 ナイス。これで大妖精ちゃんを落とす。で、防御、攻撃、攻撃。さあルーミアちゃん OK。 攻撃でいっか。まだ落ちない、オーバーライド OK。 じゃあまあこのまま上の階までどんどん上がっていきましょう。さすがに HP がまずいので、ここは回復打っていきましょう。お試しヒールを罠と使って、ねアイテムが確かチョコレートなかったっけ。あったあった、これで回復を。もったいないっていう気もね、僕結構アイテム使わない方なんだけど、そうなんですけれども、やっぱりね使わなくても、まあエリクサー症候群というのもなんなんですけれども、結局4つしか持ち帰れないのでね、持ち帰ることができないため結局は使わざるを得ないっていう状況。逆にねそういう状況にしてくれるからこそ僕は結構ためらいなく使える、ありがたい限り。おお、ついでに倒すか。アイシクルフォール、うお軽く言う場合じゃなかったなこれ。ね罠防御、いやスキルで牛ミルクで20回復して、これで35ダメージは防げるから、そうだね、どうしよう。ひなちゃん落ちるのもまずいんだよな。いやでも最悪ひなちゃんだったら落ちてもいいから、オーバーライドだけかけておこう。あ、成功しちゃった、やった成功しちゃったって言い方もまあなんかあれなんだけど、よし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 、やっぱ軽くやるにはやばいなあいつ。よかった、今まで戦闘避けておいて。ケーキもったいないけどね、これはしょうがない。さあ4階、確か5階だったよね。すごいサクサク進む、早っ。さあチップはどんどんもらおう。特にステータスチップに関してはね、ロストしても消えることがないから。そう、敵が味方がねロストしたとしてもステータスチップだけは回収できるのでね、本当にもういくらあっても大丈夫だからこそ、そこの部分はねかなりまあ貴重なものなんだよね。本当にもう最悪このやつさえあれば、どんだけ雑魚なやつでもステータスだけだったらすごいガッツリ漏れることになるからね。小悪魔ちゃんか、今までいなかったからゲットしておきたいけどね。倒せるかな、好
キールで攻撃スキル持たせておきたいですね。メーリンは初手の火力はそんなにないんだよな。スイカ割りで麻痺付与できないか。いった、そりゃあきついわな。火力よ。小悪魔ちゃん行きたかったけど、どうしよう。まあ耐性アップ不要。ひなちゃんはね、お試しヒールじゃ絶対ダメだから。いや17だったらむしろお試しヒールでなんとかなるのかこれ。うん、でメーリンで殴る。おおマジかよ、これで倒せてないのか。スイカ割り、オッケー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 。あぶな、これ怖すぎる。で、罠はちょっと防御でやって、ひなちゃんはひなちゃんも防御でやっておいて、メーリンで殴る。で、プロトニトリボスで回復牛ミルク。オッケーオッケー、小悪魔の攻撃もそんなに効かない。で、ここも攻撃。ひなちゃんはこれいけるか、失敗。メーリンもう一回殴っていけると思う。でプロトニトリボス防御、小悪魔、罠が牛ミルクでひなちゃんを回復。でひなちゃんをオーバーライド、オッケー。ああしんどこれ。戦闘不能から復活するたび全ステータスが 4% 増加、最大 50% 復活失敗率が、あーなるほどね、だいぶほんとピンキーな性能してますね。復活スキル自体まだ持ってないんだよな。さあボス、ボス前にこれはまずいよな。やばい、お試しヒールで最悪残っ、最悪絶対耐えるであろうメーリンはもうこのまま放っといていい気がするな。メーリン65あれば耐えるでしょう。持って帰りたいのは、脱出装置、ケーキ、万能薬もいいか。で弱化も、まあおにぎり、じゃあここメーリンに使っておきましょう。もったいないとかここは言ってられない。もうロストする方がね損失がでかい。さあボスフロア、先に動くのは多分サクヤさんあたり。おお、ひなちゃんが初手、おお速度上げといてよかった、さよなら。なるほどね、この状態だったら普通にいけることが、ボスを無傷で帰れるっていうことが分かったのはでかいですね。やった。さあということで戻ってまいりましたよね。もな、長くない長くない、さすがに。何かを読み込んでんのかこれ。さあということで最後に手下生成だけ2回やっていきましょう。捕食のスキルは裏で作っておきます。で、星上げもね裏でやっておきます。そうだね、じゃあそうなのかでいきましょう。まあルーミアちゃんといえばだよね、カトリ、ピレスロイド、もう一回ウナー、鍵山ウナですねなんかルーミアちゃんと似たような物理攻撃回避型ですね。まあこっち側の攻撃が外れるというデメリットはないけどね。さあということで今回ここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。危ない点多かったですね。なんとか耐えた。今のところね復活スキルを持っていないからこそ、だからこそね本当にやばいんですよこれ。なんとかなってますね、ギリギリ。危ない、お相手のダメージを油断せずに挑んでたことが功を奏した感じの点が多かったですね。そうですね、星さんの洗礼をちょっと浴びかけましたがなんとかなりました。ひなちゃんの速度上げといて本当に良かったです。ということでここまでのご視聴ありがとうございました。次回はねとりあえず動物の塔の方の、まあボスに挑むのはさすがに早いと思いますので、ボス挑む準備をしていきたいなと思います。
それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。